ロアソ熊本ミッドフィルダーの藤田一斗です。藤田選手、今回はどんなトレーニングをしますか？しっかりコントロールをして、味方にパスをするっていうトレーニングをします。パスをするときに意識しているところ、ポイントはいくつかありますか？そうですね、まずはしっかりと自分の、足の面の部分でトラップするっていうことと、味方にパスをするときにしっかり味方の方に、膝を向けて、つま先を向けてパスをするっていうのは一つポイントだと思います。それではトレーニングやっていきましょう。お願いします。お願いします。ボールが来た時にこの自分のこの足の面の部分でしっかりボールを吸収してあげるっていうのが一つポイントかなっていうふうには思います。こうボールが来た時に次パスを出す選手の方に体を向けるっていうのがポイントかなっていうふうに思います。たくさんボールを触って上手くなりましょう。この動画を見てたくさん上手くなりましょう。目指せロアソ。